はい、ということで お参り、してみました。こういうタイミングじゃないとね、なかなか行かないですからね。どうしよう、ちょっとおみくじ引こうかなって思うんですけど、どうしよう。まあ、いっか。てか、さっきおみくじ引いたのにまた引く必要ないですね。しかも大吉出たんで。牛ちょっと触りたい。やっぱ僕もちょっと触りますね、牛さん。牛さん。はい、牛ちゃんも触りました。最後にこのお水。よし。はい、ということであらかたやるべきことはやったかなという感じですね。はい、現場が終了です。なんか気持ちいいっすね。コロナで、おお、よしよしよし、知り合いに会ったりするもんですね。嬉しかったです。嬉しかったんですけど、マスクしてたから結局誰か分かんなかったですね。誰だったんだろう。これマスクしてると目元しかね見えないんで、誰か分かんないんですよね。誰やったんやろう。今日一の謎ですね。このコロナで閉まった店も結構多いんですけど、新しくね、開店してる店もあるんですよね。はい、それが面白いなって思ったりするんですけど。はい、ということで目的地の寺町にもうちょいで着きます。ちょうど青。この弓パーム、別付けのねマイク挿してるんですけど、それでもねやっぱり音がこもりますね。まあちょっと今自分がマスクしてるっつうのもあるんですけど、開店するんか。今が27分か。大体30分以内でね、お参りも含めて、まあまあなんか案外そんな短時間で行けるもんですね。
この動画だけでも、まあ、ちょっとねこの正月気分というか初詣感味わってもらえたら嬉しいなっていうふうには思ったりします。今年は牛年らしいですね。牛か。天下があんだけアピールされてるのってすごいですね。でも京都は神社もお寺もたくさんあってやっぱり飽きないですね。お寺巡り、神社巡りとかもねしてみたいなっていうふうには思いますけどね。まあ、全然詳しくはないんですけど、なんか惹かれるものがやはりありますね。お店一応ネットで調べた分ではやってるはずなんですけど、やってたら一旦微妙やな、やってるかな、やってるわ、やってたんで、一旦、まあ、任務完了というかね、ここで切ってみようかなと思います。はい、ということで現場から以上です。ありがとうございます。